ダッシュベアにフライトレコードをどうやって乗っけるか、これを今からご紹介いたします。まず iTunes を通じて DJI GO 4のフライトレコードを取り込みます。ちょっとこれには時間がかかります。早くしろ。はい、それをですね、私は、ケアレーター、あ、昔のヘルシードローンですね、で、チェックします。まずアップロードポチ、これだいぶ早くしてますが、こいつもだいぶ時間かかりますね。これ8倍速です。はい、アップロード終了で確認。マックスピード 76.4km、 速いですね。最高高度 828m。 ん？航空法規は、違反しておりませんから。はい、6号車を取りました。これをですね、DJI ログコンバーターね、マッシューさんのサイトですね、で、包括的な CSV、 コンプレヘンシブ CSV、データファイルに変換します。1つファイル1ドルかかります。このダウンロードコンプレヘンシブ CSV ってやつですね。これで保存します。はい、できました。今回3つしました。3ドル使いました。はい、これうちの猫です。さて、ダッシュウェアをかけます。まず作ったプロジェクトね、最初はニュープロジェクト、当たり前なんですけど、で作ったプロジェクトを開けてみます。はい、これが前の記録ですね。ここに今回の新しいビデオ 4K で、撮影したものは使えません。ハイビジョンにエンコードをしてください。ビデオを乗っけて、次に、コンプリヘンシブのデータ CSV ファイルですね。ほい、これの2月20日13時30分ってやつを足します。はい、プロファイルは、DJI ログコンプリヘンシブです。間違いないように、ですね、機体が今回は真っ赤っけなので、はい、こいつですね、こいつの色も真っ赤っけに変えます。これ4号が黒なんで、今回5号のテスト飛行ですから、5号は真っ赤、こいつですね。はい、これで変えます。乗っけるとでかいのでサイズを調整します。私は257、失礼、250の57、ね、ウイルスが250、ハイトが57、 OK で、セーフ。はい、全部変えました。ヘディングマップも変えました。場所も変えましょう。ここに持ってきて、よいしょ、やつもこっち持ってきて、これ、これもここで、おい、で、目分量なんで、こんな感じでいいじゃないですか。はい。さて、一番難しいのが、ビデオと、このデータですね。もうタイミング合わすこと。はい、シンクロさせることも難しいです。何度かやり直します。私のパソコンではですね、ビデオの方が少し遅れ気味なので、若干ビデオを先行させます。わずかに先行させます。
何回もやってみて確認をして、こんなもんかな、こんなもんですね。ビデオ化してダメならもう一回やり直すって感じですね。シンクロ調整してポチ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 、はい、これでも完璧完璧完璧。めんどくせえな。じゃあ、でも赤い機体かっこいいでしょ。はい、チェック。こんな風にいったから、よし、プロジェクトに名前つけて、5号機なので、0号、はい、5、ね、で、クリエイトビデオ、ポチ、あとは待つだけ。こんな感じでございます。簡単でしょ？